買ったことなどただの一度もない。その意味を考えるんだ交渉。なんという運命のいたずらでしょう。血を分け合った実の兄弟が血で血を洗うのごときルールで勝負をしなければならないのです。何が運命のいたずらだ。悪趣味な野郎だぜ徳川のジジイもよ。始め。そう、ここに来てやっと気づいた。俺がやってきた修行は全て兄さん、あなたを超えるためだった。兄さんがこんなに簡単に俺の攻撃でこんな無様に。やはりお前との対戦は正解だ。この対戦カード、ドラマチックでも何でもない。私が徳川氏を説得して実現したものだ。バカな、どうして。この大会どう転んでもお前の空手ごときが優勝を狙える代物ではないからだ。私は今までお前を随分傷つけたし泣かせもした。だからこそ私以外の誰かがお前を傷つけることなど絶対に我慢ならんのだ。言うかね、ああいうことをはっきり。私だけがお前を傷つけてもいい。いつだってそうだ。俺はいつも兄さんの影を踏んできた。いつもあなたが前にいた。だがそれももう終わりだ。ひもきり兄貴。兄貴だと。いつからそんな呼び方ができるようになったのだ交渉。もし今度いじめられたらすぐに兄ちゃんを呼ぶんだぞ。兄ちゃん、どんな相手だろうと兄ちゃんがコテンパンにしてやるからな。うん。いつだってそうだ。俺はいつも兄さんの影を踏んできた。いつもあなたが前にいた。だがそれももう終わりだ兄貴。あれを、ひも切りを実の兄にやんのかよ。相手は超肉体だぜ。指がかかった瞬間、捕まってひねりつぶされるぞ。そう、俺とやった時のひも切りなら、結果は見えている。でも、しのぎ流はより高みに達している。兄貴だと。いつからそんな呼び方ができるようになったのだ、交渉。兄さんと訂正するんだ。さあどうした交渉。この健康有料野郎、決まった。ひも切り炸裂。あれがしのぎ流空手必殺のひも切り、初めて見ました。しかもありゃひも切りのニューバージョンってところだな。これはまたハイカラな言葉を。空手の月ってやつはよ、こうして拳が上向くように構えるもんよ。拳に回転を与えることで、その衝撃をより強大なものにするためです。そうよ、その拳の回転を極限まで鍛えた一本抜き手に加えて、相手の肉体を突き破り、神経組織に指をかけて、紐を切るのがこれまでのやり方だ。でも神経に指をかけ、
切るという動作の間に一瞬のタイムラグが生じるのがこの技最大の弱点だが今高翔が見せた構え不自然なまでに手のひらを上に向けたこの構えが何を意味しているかわかるかい？最初の抜き手にかけた回転は180度だが今やった抜き手には360度の回転が加わっている。そうやって2倍の回転を与えられた抜き手は相手の肉体を突き破ると同時に周りの神経組織をズタズタに引き裂く。つまり弱点だった2つの動作のタイムラグがなくなったってことか。ああ、高翔さんが言ってた通り紐切りはより完全に近い形になったとでも言いたいのではないかな、高翔。そこまで分かっているならもう諦めるんだ、兄貴。確かに多少は強くなったのかもしれない。だがそれがすなわち私を超えたというわけではない。高翔、今ならまだ間に合う。勇気を持ってこう言うのだ。クレハ兄さん、私の負けですと。おっと、クレハの見えない死角から高翔の容赦ない攻撃が襲う。兄の肌、兄の肉、兄の骨、肉親の体というものはこうも感触が他人と違うものか。これで終わりにしよう。この体勢はクレハ！ついにやった！しのぎ交渉、右目に続いて左目も奪った！しのぎクレハ、なすすべなしか！これしか方法はなかった。これ以上実の兄の肉体を傷つけず、決着をつけるにはこれしか。何をしているのだ、交渉。ん？この大会の勝敗はどちらかが戦闘不能になるまでだったはずだが、視力にも私には何の問題もない。この弟にしてこの兄あり。しのぎクレハ、試合続行を宣言。すでに決着はついている。私は武道家だ。明らかな弱者に拳は向けられない。やはりお前は私には勝てない。お前はたった今最大の勝機を逸したのだから。何をする気じゃ。これはまさか手術。試合中に自らの手でオペをしているというのか。受け止めた。ということは手術は無事終了か。この未熟者が。兄ちゃん、許して。許して兄ちゃん、許して。これが紐切りと恐れられたしのぎ交渉なのか。まるで意識だけが幼い頃にタイムスリップしてしまったような。もういいんだ、交渉。お仕置きはもうおしまいだ。お前はちょっと背伸びして兄ちゃんの真似をしてみたかった。ちょっと生意気言って兄ちゃんを困らせてみたかった。ただそれだけのことだ。大会のことは心配するな。あとは兄ちゃんが何とかする。兄ちゃんに全部任せておけ。兄ちゃんに任せておけって。こんなの簡単。兄ちゃんに任せな。兄ちゃん待って。ダメだ。ダメだ、譲れない。こ
こを譲ってしまったら俺は一生あんたと対等になれないんだ。他ではあんたに負けてもいい。でもここで譲っちまったら俺は一生あんたに頭を下げ続けなければならないんだ。あんたを倒す、それしかあんたに並ぶ方法はない。だからこの勝負勝つ。復活したしのぎ交渉、なんとノーガードだ。この構えはまさか。打診だ。あの伝説の打診を弟に見ました。強烈な打撃によって体内の水分に強大な波紋を引き起こす、まさに意志であるしのぎクレハならではの技だ。しかしまだ倒れない。交渉踏みとどまっている。兄貴、顔面への打診直撃。倒れない。まだこらえている。しのぎ交渉、俺に任せろ。兄貴の仇は俺が討つ。偉大なる我が弟よ、あとは任せたぞ。勝負あり。勝者しのぎ交渉。世紀の兄弟対決、ついに決着。しのぎ交渉、兄クレハの超肉体が繰り出す技を全て受け切り、2回戦進出を果たしました。誰がこの結末を予想し得たでしょう。まさに今、弟は兄を超えたのです。